と思いますね。そしてこの久保田のスピードに寺園をつけたんですが、いやここはスクープショットブロックに合わないようにという、ここは合わせません。マシューライト中野がついている。レパウエのキックを使って自ら打つ、きた、マシューライト今日1本目。ゴールへ のアタックへの嗅覚というのはものすごい高い選手です ね受けた、マシューライト2本目、スリーポイントが炸裂。中でネパウエとナナダネルダンの小競り合いですが、ここで3本目が来た。コンディションも大丈夫かなと心配もされましたが、大丈夫そうですかね。そうですね、やはり体の重さだったりとか疲れっていうのは決して今ゼロではないと思うんですけど、ディープスリー、荒川には三田、そしてロングにネパウエ、ロング中心には無理、後ろが来た、ブロック、これがユートフです。中入れた、ユートフ、ネパウエが手を出していくか、残した、残した、ダンク、水野からネパウエ、入ってきたマシューライト、ダブルクラッチからのショット、これで2桁11得点となりました。青木マシューライト4本目、スリーポイントが決まりました。水野選手このハッスルプレーっていうのがチームに勢いをもたらしますね。前に走っている、北海道がやりたい攻撃ですよね、これ。さあ剥がした、マシューライト、いやうまい、本当にうまいプレー。スクリーンに来たユトフ、ユトフ、ユトフとロング、ユトフとロング、ここで止まってショット、ラモスにミスだ、ラモスこぼれたところスティールしました、ミスだ、そして前ユトフ、ビハインドのバックパスからの久保田、ラモスにミスだ、ラモスこぼれたところスティールしました、ミスだ、そして前ユトフ、ビハインドのバックパスからの久保田、2回ですかね、3回連続で続いてしまっているので、はい、この辺で1回切りましたね。ユトフから久保田、いつもは逆なんですけどね、これが。そうですね、ただまあ本当にスクリーンを読んだマシューライト、さあ中合っていったステップワーク、お見事、決め切りました ね中空いている、久保田のところ、この緩急ですよね、一回本当にストップジャンプシュート